あれ刺されるで。ちょうど昨日シドアンドナンシー見たところ。私ブレイクしたいと思うんやったら言わなかったね。俺だってこのとかやめろとか言い出したらそれはもちろん暴言だよ。それであのみんなでやんねんから、お前のアレンジやけどもこうやってお前が押し付ける権利はないからね。ただそこになんかユナさんがええやと思っても早瀬がええやと思ってもこいつ散々言う権利は当然あんねんからね。別にスタジオワークじゃないからな、お前の言う通り 100% できへんから、そこんとこお前分かっとく。いるかよかいらんって言うて、あれは別にあってもなくてもどっちでもいいと思うよ。そうだからいつもあるからここはなしでいいやん。今考えてる。まあちょっと練習の時だけやめといて実際ライブの時だけやるのもありだしね。それはライブじゃなくてムッとしてもそれはそれで面白いからね。っていうかライブの時やられたら全て終わりやからね。もうそれで終わりやからね。そうそう、どうしようもないわけやから。そうそう。誰も知らないです。ただずっとドラッグをブレイク入ってるんでこういう曲いらんかなと、ただそれだけのシンプルな理由ですよ。ああ、俺的には別に全曲にめっちゃブレイク入っててもいいと思うけどな。だからこれはいろいろ人の考え方があるわけで、そこでせめぎ合いがあるっていう話よ。そうじゃねえよって俺がで絶対これブレイクしてほしいって言われたら言うけど、別にええかなって今は思う。あと1回ぐらいしかできないから。
Yeah.